仮面ライダーメモリーオブヒーローズ、前回の続きからプレイしていきましょう。さてコアエナジー9採掘場に潜入していきましょうか。ダブルほっといていいのかな。ずいぶんあれ、あ、戻ってきたんだ。これはダブルのものかな。スタッグオン、こいつで事務所に連絡できる。絶対アキコちゃんからの連絡だよね。それ見つけてからずっと鳴ってたけど。やべえ、アキコだ。ですよね。すごい、着信数96回だ。翔太郎、100回を超えるとどうなるか試してみないか。アキコがブチ切れんだろ。そんなこと試してる場合じゃねえ。後でどんな目に遭うやら。よう、アキコ、久しぶり。ちょっと翔太郎くん、この前の猫探しの依頼大赤字ですって。私聞いてない。あの事件な、ちょっと報告書を書くタイプライターが壊れちまっててさ。だいたい電話に出ないってどういうつもり。こんなに帰ってこないなんて私聞いてないんだけど。便利になるのはちょっと先みたいだね。その愛田博士捜索の依頼どうなのよ。さっさと解決しなさい。当分何も頼めそうにねえな。かすかな反応追跡コンプリート。よし、サクッと先に進んでいこうか。ていうか、HP をね、回復させてほしいんですけど。っていうか、セキュリティレベルを下げたいのにさ、全然そのグリード陣が倒されてくんないからさ。HP 回復 OK で、どうしようか。これ画面、まあいっか、先進むか。よし、そいつを倒せばこのセクターを解放か。例の浄水セクターの音声ロックを解除できる権限の敵だったらいいんだけどね。ブロックポットだね。ここは俺が行ってみるよ。はい、案内を頼めるかな。はい、私にお任せください。ああ、そういうことか。だからまずは目の前の人を助けようか。L2。 おお、これぐらいだったら別にガタケイバじゃなくても飛べんじゃねえのかな。設定的にはどうなんかあんまり覚えてないけどさ。よいしょ。仮面ライダーの設定上さ、誰が一番飛べんだろうな。ドラゴンフォームだったりすんのかな、あのクーマが。よし、本気出してみようか。ほら、なんて気がしないね。よし、ゲイ、あともう一体必殺技も使いたいけどな。あれだよね、多分めちゃくちゃ分身して蹴るっていう一人ライダー対戦をするんだよね、多分ね。あ、つえガタキリバ、もうガタキリバだけでいい。いけるいける。お、レベル上がった。いいねいいね。おう、スキルゲイン上がったけど、中層か。あ、RP。上げとこ上げとこ。すごいこのガタキリバに肩入れしていってるけど。よし、先進んでいこう。レベルキャップなんだ。してみようか。っていうか、チェインがものすごい稼げるな。
でしょう。オッケー、終わり。よし、どんどん先に進んでいこう。でんでんはどこだ、上か、あそこか。これでも取り逃すとか絶対ないよな、こんだけ止められたら。アーマーブレイカー、アーマーブレイカーはいいかな。もう RP 曲ぶりだからな。実際何するにもあれだもんね、必要だもんね RP。 よしで、こっか。さすがにここは無理なのか。お、なんかいるな。誰が来るかな。飾りかな、やっぱ飾りだよな、来たもんなさっき。ってことはラトラータか。いいね、ラトラータも。てかタジャドルを使いたい、とにかくタジャドルを使いたい。いやあ、遅かったね。待ってる間退屈だったよ。お前から来いよ。カザリ、なんでお前がここに。さあ、僕のメダル返してもらうよ。よし、ちょっと待ってよ、また切り払い。いやー、あーくそ。よし、あくそ、もうちょいなんだけどな。一体出てて、オッケー、使わせてもらおう。ですよね、やっぱそうっすよね。オッケー、君に主導権を握ってもらう必要はない。いてて、あーそうか、近距離でやってくるのか。やばい、やばいやばい。よし、オッケー、見せて。よいしょ、オッケー。きついな。分身に行ってもらうって。分身結構早く消えんな。違うか、ダメージ食らったからか。よいしょ、入れて、ちょ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 、そんなあれだな、やっぱ本人が行かないとダメージって。はい、痛い、あ死んだ、あまだまだまだギリ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 耐えている。でも一発もらったら終わるもんな。次削れればな。よし、もうちょい。あんだけど、ダメか。いやー、ダメだよねー。ゴリ押すとダメですよねー。よーし、これで終わり。キックに決めたかったのはあるけどな。しゃあないな。意地でもタタバで決めるんだ。
SS か、まあ、そんなもんだよね。バカな追い込んだ僕がやられるなんて。オズ、そのメダル必ず奪い返すからな。よし、アトラータ。待て。逃げられちゃったか。フォアメダル発見。見つけた。そうだ、さっきダブルに借りたフロッグポット、カザリの声は録音できたかな。カザリの声の録音に成功しました。照合したところ、かなり高い権限を持っているので期待できます。アイテムゲット。ライオンチーターのコアメダル。カザリからダッシュした少し色の違う謎のコアメダル。ライオンチーターのコアメダル2つと虎のコアメダルを使用すると、仮面ライダーオーズはラトラーターコンボにフォームチェンジできる。試すか。高速移動できるのいいな。よし、フォームチェンジ。よし、多分普通に雑魚と戦闘があってっていう感じでしょ。言うほど早いか、早いか。よいしょ、使ってみるか。おほほ、すごい、このバリアを破ってしまっているのが強いな。よいしょ、強い、めちゃくちゃ強いわ。コンボやっぱ強いな。何やっても強いな。オーズのコンボって結構なんか一撃必殺じゃないけどさ、まあ後々疲労するっていうことも相まってやっぱ強いんだけどさ、ダブルって適材適所みたいな感じだよね。カザリの声も取れた。浄水セクターに行ってみよう。あ、そこにアイダハツの手がかりがあります。少しは落ち着ける場所もあるといいんだけどね。確認したいこともあるし。おいおい、またアイのことか。当然だろ、君は探偵のくせに何でも簡単に信頼しすぎなんだ。なんだと。ハーフボイルドに付き合うと命取りになる。君の分まで僕に疑惑の目を向けておかないとね。また始まった。早く先へ進もう。さて、信用に足るのかどうなのか。悪かい。あ、ん、敵か。せっかくだし、ラトラータも。あ、いや。よいしょ。本気出してみようか。どうだ。オッケー。やばい。よいしょ。どうだ。いいじゃねえか。オッケー。どうだ。で、この先か。どんどん進んでいこう。もう回復だ。結構ギリギリでやってるもんね。よし、行こう。浄水っていう感じでもないけどな、見た目。浄水セクター。この島で使用される水はここで浄化されています。この近くにその浄水施設もあるのですが、ずいぶん荒らされてますね。
そうだな。こいつは調べがいがあるぞ。まずはアイダ博士がどこに立ち寄ったか分かる。それが ID の行動履歴にアクセスできません。施設の機関制御システムに異常があるようですね。アイダ博士の行動を調べるにはシステムを正常な状態に戻す必要があります。愛の力で正常に戻せないの？それが制御システムへのアクセス自体できなくなっているようです。制御室までのご案内ならできますが。それだとまた危機に陥る可能性も。なんだフィリップ、また愛を疑ってるのか。どう、ずっと疑うって言ってんじゃん。何も愛だけの話をしてるんじゃない。まあまあ、二人とも落ち着いて。ご案内はどうしましょう。仕方ない、二人は頭冷やしといて。また大崎か。まあいいけどね、好きだから。あれなんだろうな、基本的にダブルだけで進んでたからオーズを使わそうっていうゲーム側の意図なんだろうな。よし、ガタガタガタ、次だ。よいしょ、よいしょ、早く出してみようか。よいしょ、オッケー。おっ、増えてる、増えた。レベル上げるとっていうか、あれなんだな、成長させると数が増えるんだな。いいじゃない、いいじゃない。よし、このまま先どんどん進んでいこう。これどんどん降りてったらいいのかな。制御室。ゲートがロックされています。解除する方法を探しましょう。で、隣の部屋から、ドアがロックされています。解除する方法を探しましょう。いけない場所が多いな。ん？ああ、敵出てた。よし。本気出してみようか。よいしょい。うい。うい。負ける気がしないね。オッケー。勝利。先進んでいこう。いけるいける。いけるいける。さて、これは。カードキーな。めちゃくちゃ近くにあんな。敵いっぱいいるしなか。よいしょ。3人で行こうぜ。行った。よいしょ。当たんなかった。レベルじゃないの俺。よいしょ、よいしょ。本気出してみようか。オッケー。よし、よいしょ。やばいやばい。よいしょ、オッケー。よし、あれ拾って先に進もう。この辺は何の、あ、これか。誰でも開けられるん、しかもその制御がさ、横の部屋にあるっていうのはどうなんだろうな、セキュリティとして。俺はどうかと思いますけどね。よし、制御エリア。なんか来るかな、来そうだな。ほら、来ないか。とりあえず、一旦ここで区切ろうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。良ければ次回もよろしくお願いいたします。